正解です。スーパーひとし君をかけてれば優勝でしたね。そうです、赤い矢の木馬に攻撃され、町も人もすべて歴史上からその姿を消した。わかりますね。一人残らず姿を消したんですよ。あんたのことだ。どうせカサンドラ様を助けたいって言うんでしょ。ですけどね、それと同時にこの町から脱出する算段をしておくべきです。幸い明日の明け方になればシャトル便がやってきます。それまで何としても生き延びるしかないんですよ。あんたも私もね。そうだ、地図ありますか。明日シャトル便が迎えに来るのは避難通路の中です。え、怒ったってしょうがないでしょう。そりゃ私だってあんな物騒な通路には二度と入りたくないですけど、タイムダイブの座標ポイントはどこでもいいってわけにはいかないんだから。今いる場所がここ、軍用区の一番管理区寄りの場所。避難路はこれで、避難通路に入る入り口は全部で3箇所。まず宮殿内、こないだ入ったところです。それと宮廷区、そして円形墓地です。宮殿内以外の入り口は私もわからないんですよ。普通だったらゆっくり探せるんですが。とにかくいざという時はこの避難通路に入ってください。それにしくじるとあなたは永遠に歴史の流れの中を漂流する羽目に陥る。お客様を安全に未来に送り返すのが現地コーディネーターの任務。プロの意地にかけてあんたを帰還させます。必ず。さあ、行きましょう。イリオン城へ。管理区に出ましょう。やばい、急ぎましょう。何？待て！危なかった。さあ、行きましょう。木馬だ。急がないとまずいな。ヘレヌスの執務室覚えてますか。あそこに行って証拠を探しましょう。初期の部屋の後ろだから宮廷からの城門が一番近道です。行きましょう。衛兵に見つかったら問答無用で連行されますからね。くれぐれも見つからないように。さてガイド君の言う通り、まずは反落者のヘレノスを崩しましょう。そのために彼の自宅を矢探しします。王宮方面へ。ただ道のところどころを兵士が閉鎖しています。迫り来る木馬を感じながら適当に回り道してやり過ごしましょう。ここは左へ。もうすぐ木馬が運ばれてくると思います。そうすると衛兵もたくさん戻ってきちゃいますよ。こちらから宮廷区に裏口入場することができます。木馬くんもじわじわと進行しています。急ごうね。その執務室に行きましょう。何か証拠があるかもしれない。参りましたね。
衛兵が見張ってやがる。私が奴の気を引きます。その隙に中へ。はーい。あ、こら、待て。回れ右して地下室へ。なぜだかこの地下室に証拠品がありそうな気がします。そう、逃げ足の速いやつだ。今度見つけたら口出しにしてやる。退路はねっとりと立たれたので、ついでに脱出口も見つけましょう。当初サンディマップの捜索は困難を極めましたが、丹念極まるマッピング作業により、これを極めることに成功しました。これはなんだ。証拠物件として押収するからな。おい。と、このようにあと2点ほど証拠物件を集めれば十分でしょう。貴重な長めの捜査パートですし、せっかくなので倍速しますか。ところで、なんで一般家庭の地下にこんな空間があるんですかね。無事揃えて脱出できました。めでてえ。なんですか。一体どこから入ってきてるんです。で、何か証拠の品は見つかりました。これは…樫の木材1230本、ポプラの平板2570枚、長板500、釘1500。木材の極秘取引ですよ。ヘレノスが密かに搬出した木材がミラワンダ経由でアカイアに渡ったんだ。これ、ひょっとして木馬の材料なんじゃないですかね。これは？あはーん。避難通路の風抜きの仕組みだ。スイッチの場所も書いてある。やっぱりあの通路にカサンドラ様を連れて行ったのはヘレノスだったのか。あの野郎。それと、これは？ビンゴー！ヘレノスは木馬の中にアカイアの兵隊が隠れているのを知りながら、わざと町の中に入れるつもりだ。ミラワンダのアシュクっていうあの参謀とつるんでね。その密約が署名入りでバッチリ書いてあります。こいつがあれば、奴を潰せますよ。ところで、知ってました？あと1時間もすると日付が変わって最終日なんですよ。明け方にはシャトル便が着いちゃうんです。さあ、急いでプリアモス王閣下のところへ！皆の者、引き上げ作業誠にご苦労であった。秋頃の海戦での勝利に続き、今度は海より格のごとき木馬が流れ着いた。これぞまさに吉兆。神がこのトロイアを祝福しての格別の賜り物に相違ない。馬はこの国に富をもたらすと同時に、
神よりの神聖なる使者である。俺よりこの素晴らしき賜り物を祝し、特別に国を挙げての宴を催す。下々に至るまで無礼講だ。酔いつぶれるまで飲むがよいぞ。中に潜む赤い矢の兵にも酒を振る舞いますか。下品な冗談はよせ。全てはこのトロイアの未来のためにしていることだ。ウリアムス王閣下に話がある。どけ。バカを言うな。閣下は今カサンドラ様を尋問なさっている最中だ。貴様、例の手配人だな。だったらなんだ。捕まえるかどうか、これから俺たちが閣下にする話を聞いてから決めろ。直ちにカサンドラとあの客人の処刑を。父上、ちょっと待った。プリアムス王閣下にぜひお聞きいただきたい義、これあり。貴様らのこのこと処刑されに来たようだな。閣下、この者どもがカサンドラをそそのかし、ムスタ初期を殺害した張本人にございます。冗談じゃない。閣下、ムスタ初期を無残にも殺害したのはこの男、ヘレノスであります。なんだと。なんということだ。ムスタ初期はこの男の裏の顔に気づいたんですよ。だから消された。言っちゃえよヘレノス、なぜ赤い矢とつるんで木馬を引き入れたのか、なぜカサンドラ様を殺そうとしたのか、なぜこのトロイアを破滅の淵に追いやろうとするのか。それはな、私が説明しよう。プリアムス王閣下、それがしミラワンダのアシュクと申す者にございます。ヘレノス閣下はこの国の行く末を真に案じておられます。同盟国の参謀を務めるそれがしとて、トロイアの将来については無関心ではいられない。そこで赤い矢との戦を終結に導くべく、このような手段を取らせていただいた次第。それは一体どういうことだ。戦は
戦は海商にとっては致命傷なのです。このままトロイアとアカイアの戦が長引けば、エーゲ海全体の商いが崩壊する。それを食い止めるは同盟国の責務でしょう。ヘレノス閣下は我らの要請を受け決断なされたのです。さぞや辛いご決断だったと存じますが。ヘレノス、お前というやつは。父上、あなたや兄上たちではこの海商いの国に革新は訪れないのです。私が王の座に着く以外にこのトロイアに未来はないのです。しかし、それではパリス兄上も民も納得しない。あとは私がパリス兄上ともどもトロイア兵を一掃し、アカイアとの合意の上でこの国を束ねていくしか他に道がないではありませぬか。違いますか、父上。どっちもまともじゃないね。私はこのトロイアに木馬を引き入れた裏切り者として、やがては地獄に落ちるでしょう。がその前に、戦で疲弊したこの国と映画の海商いを立て直さなければならんのです。絶対に何としてでも。それにはパリス兄よとトロイア兵はどうしても邪魔なのです。今夜の宴も仕組んだようね。町中が酒を飲み、何も知らずに眠っている。市中には相応の段取りが必要なのだよ。ご心配には及びません。あくまで兵を一掃するのみ。民には手を出しませぬゆえ。バカな、そうはさせないわ。パリスは私のかけがえのない夫、あなたなんかに殺させはしないわ。ふん。カサンドラ、これからはアカイアとの共同保証で行くのだ。あの国は神の使いに草木もなびく。それでは、私ではなくお前がこのトロイアの代表になってしまうのは必定。悪いが死んでもらうしかないのだ。兄上は間違っておられます。国の祭りごとは商いの計算のようにはいかないのですよ。すまん、トロイアのために死んでくれ。これより当イリオン城はこの私が預かる。アカイアの攻撃が終わるまで王と家の一歩も外へ出すな。ヘレノス、正気か。今すぐムスタ初期殺害者の処刑を実行せよ。何をしている。早くカサンドラを処刑しろ。何？そうはいかないのだよ、ヘレノス。カサンドラ様、さあこちらへ。奇襲です。海岸から赤い家の軍勢が上陸してきます。なんだと。コロはよし。そろそろ赤い家の大軍が海岸から押し寄せてくる刻限だ。こんなところでうかうかしていると修羅場に巻き込まれてしまうのでな。どういう意味だ。木馬はこのイリオン城を制圧するための準備にすぎん。お前たちが酒に酔いしれている間に赤い家の軍船が沖合に布陣していたのだ。その数ざっと100隻。我がミラワンダとアカンヤが、たかがトロイアの王子などの死流馬に乗り、はいそうですかと従うとでも思ったのか。甘いよ、ヘレノス。我らは元よりこのトロイアを全滅させることしか眼中にない。それはアカイアとて同じ。これからの世は我らとアカイアがエーゲの覇者となるのだ。おい、おっさんよ、戦争にも仁義ってもんがあると思うけどな。貴様たちは人間のクズだ。クズで結構。さあカサンドラ様、こちらへ。我らが赤い山でご同行させていただきますゆえ。訳を説明しなさい。一体赤い山が私に何の用があるというのです。これは心外。このヘレノスのバカ者があなたを殺そうとしたとき、わざわざヒントを与え、
お助け申し上げたのはこの私でございますよ。なんだって？あの廊下に落ちてた紋章付きの鍵、お前が落としたっていうのかよ。そうだ、あの時はヘレノスに万事悟られると都合が悪かったので、お前たちを利用したのさ。アカイアはカサンドラ様の未来史の能力を高く評価し、他の国の神官として迎え入れたいという。そう、手間暇のかかる木馬作戦を立案し、ヘレノスを騙し、軍船百隻に及ぶ大軍を動かしてでも、このお方の能力が欲しいのだ。貴様、このイリオン城はすでにアカイアの木馬部隊によって制圧されている。お前たちには手も足も出せんのだ。ええ、カサンドラ様をお連れして引き上げるぞ。だが、お前とその生意気なガイドには今ここで死んでもらう。お前たちはどうも行動力がありすぎるんだよな。処刑しろ。何？トロイア兵も舐められたものだ。おっ、なんだって？パリス兄さん。ふん、なんとも水凶な真似を。アカイア兵、入ってこい。カサンドラ様をお連れするぞ。お前たちはパリスの直属部隊。今城内のアカイア兵を私の部隊が駆逐している。さあどうする。そんなに驚いた顔をするな。ヘレノスがカサンドラに手を伸ばす気配があってな、と言って俺があからさまに動くわけにはいかん。お前たちには感謝してる。よくやってくれた。でもなぜ私らがそのカサンドラ様と。私もカサンドラの玉踏みを受け取れる人間がわずかではあるが分かるのだよ。どうやら血筋らしい。ただ確信はなかったのでね、脅すような真似をしたというわけだ。兄さん、あなた。でもなぜ。きっかけはアシュクだよ。この男の動きが妙だという情報を戦場で掴んだ。こいつが利用するとすればヘレノスしかいない。だがヘクトル・アニューエ亡き後、次の後継者はまだ決まっていない。となれば表立って動くわけにもいかず、裏でいろいろ探っていたのだ、ヘレノス。トロイアの将来を思う気持ちはお前も俺も同じだ。だがやり方を誤ったようだな。今はお前の罪を問うている暇はない。アカイアの軍勢を駆逐するのが先だ。2名の子ね、アシュクから目を離すな。兄上、私は木馬のからくりを見破れなかったのは俺の落ち度だ。この惨状の責任は軍師としての俺にある。これから戦場に向かう。皆を頼む、せめてイリオン城から無事に脱出させてやってくれ。心配をするな、俺は死にはせん。約束したはずだ、いずれ酒を飲もうとな。我々は戦場へ向かいます。早くここを出ましょう。お父様、お母様。
この炎は愚かな王が招いた当然の結末。10年だ。赤い矢との戦を10年も続けてしまったのだ。その間に王室の子供たちの気持ちはすっかりささくれ立ってしまった。バカだ父上、早く。全てはこの王の不甲斐なさのせいだ。カサンドラ、ヘレノス、それにヘレネよ、私のような過ちを二度と繰り返すな。いつか必ず希望にあふれたエーゲの海商いを復活させよう。戦のない民が未来に期待を抱けるトロイアを再建せよ。楽しみにしているぞ。お父様、お母様。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。